けんど8時から開いてんじゃん。スタジオジャパン来ました。イエーイ。はい、ということで本日4月16日は、私の奥さんのモアナちゃんの誕生日なので、本日は誕生日ということでモアナちゃんを精一杯おもてなししていきたいと思います。で、比較的パークはね空いてる。一応10時オープンだったんですけど、短縮されて9時15分にオープンになりました。ということで、まずは任天堂の方行こうか。任天堂の方に行って、まあ、ご飯何か食べましょうか。ピーチのケーキ、ピーチのケーキ、じゃあ食べに行きましょう。はい、では行きます。15分待ちや。めっちゃ祝福の嵐やん。あ、すごいすごい。
みんな出迎えてくれてんだよ。意外とそうやんな、こんな早く来るの初めてか。確かに。めっちゃ怖いな、ね、スヌーピーの揺れ方。めっちゃ風を受けてる。お、イースター仕様。かわいい。ということで、皆さんにね、お祝いされながらスーパーニンテンドーワールドの方にね、無事到着しました。ということで、今の時間帯は、整理券も抽選券もなしで、フリーで入場できるそうなので、オープン早々ね、まずはスーパーニンテンドーワールドも楽しんでいきたいと思います。じゃあゲームの世界にヒアウィーゴーやな。やばいね、かわいい、ちっちゃい子がハテナブロックに叩いて、10時、10時から。朝一よし5分一緒に乗ってみる。朝一一発目ヨッシーアドベンチャー、こちらの方が待ち時間5分待ちだったので来ました。ではヨッシーと触れ合っていきたいと思います。この辺にはピクミンいいのかな。
ありがとう。ゴールデンタブル見つけられたよ。ありがとう。あっちのコイン。てかちゃんと見る？ピカミン。うん。どんぐりちっちゃい方でどんぐりマサイチキノコカフェありがとうございます。駅の中身はこんな感じです。美味しそう。モアナちゃんが一人でいただきます。甘くない。じゃあペロンチョやな。スカイはこちらのハンバーガー食べます。マリオバーガーです。いただきます。めっちゃ晴れてきたはい、キノコカフェでご飯したんで、次はマリオカートクッパの挑戦場行ってきたいと思います。レッツゴー。ありがとうございます。アルコールは